今回は2022年の干支虎を折ります。用意するもの15センチ15センチの折り紙2枚、マジック、ハサミ、接着としてボンドか糊を用意してみてください。はじめに虎の頭を折ります。三角に折り、広げ、もう一方を三角に折ります。広げて中心に向かって1/2、広げて1/4、反対側も1/2、こちら側も1/4に折ります。半分に折り、中心線に向かって折ります。上から2センチぐらいのところを折り、できた三角のこの線に沿って折り上げます。こちらも同じように折り上げてみてください。この角を少し中に折り、耳の先頭をこの線に合わせて折り下げ、こちらの方もこの線に合わせて折り下げます。表に返し、印のついた1/4のところで折り、8ミリぐらい折り返してください。裏に向かって1/4を折り、谷折りを、山折りを谷折りにして中に入れます。虎の顔ができました。この時に黄色い三角が鼻に当たるんですが、何か紙がありましたらば下に置き、黒く三角を塗ってみてください。はみ出してもちゃんと三角が描けます。三つ口を描き、目をつけて、耳を描いて、しましまを描いて、この時に虎らしくするためにこの角を少し丸みをつけると可愛いかもしれません。ちょっと虎らしく、顔の完成です。続きまして胴体を折ります。四角く半分に折り、広げ、中心に向かって半分に折ります。
広げて反対側も半分に折り、広げ4分の1のところを折り、裏に返して折り返し、この線に向かって折ります。今度はこちらの線をこの辺に合わせます。指を入れて広げ、ハサミで下から1センチぐらいカットをし、前足の角を取り、後ろ足を5ミリぐらい折り上げ、表に返して、こちらとこちらとこちらの角を丸みをつけるように折ってみてください。前足と後ろ足になります。足模様、おつけ、のりで中にのりをつけ、差し込み、虎の完成です。支え合い会議なりますは、なります地域にいつまでも暮らし続けていくために、なります地域ならではの支え合いの仕組みを推進しようと、なります地域で活動しているグループや福祉団体、その他多様な関係機関の有志がメンバーとして集まった会議体です。なります地域の仕組み作りの一環として始まったのが手工芸サポーターの会です。年に何回か集まり、折り紙でなります図書館の掲示板を彩り続けています。活動内容はホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。